皆さんこんにちは、刺繍のトリコです。今日は飛び出る飾りのクリスマスツリーを作っていきたいと思います。このまま壁にかけても可愛いですし、小さく切り取ってツリーの飾りにしても可愛いので、ぜひ最後まで見て作ってみてください。図案を写していきます。今回は黒のインクの方を下にします。はい、図案が写ってます。ちょっと消えているところはチャコペンで書き足してください。刺繍枠にはめます。図案を真ん中の方に持ってきます。はい、刺繍していきたいと思います。このツリーの全体はロング&ショートステッチで刺していきたいと思います。ロング&ショートステッチを2種類の糸を使って刺していきます。刺し始めなんですが、下の方にまず刺していきます。並縫いで刺した後、1個前の刺し穴に戻ると糸が絡まって抜けなくなります。はじめの糸を切っておきます。下の段の真ん中から下あたりをロング&ショートステッチで刺していきたいと思います。ロング&ショートステッチは名前の通り、長く刺したり短く刺したりを繰り返しながら刺していく刺し方になります。ずっと同じ高さで刺繍するよりも高さを変えることで刺繍に味が出てきます。次に真ん中の段を塗っていきます。先ほどは真ん中から刺していったのですが、このようにガイド線を入れて刺しても刺しやすいです。
上の段を刺していきます。3段刺せたらこの糸を後ろに絡めていきます。裏側はこうなってるので糸を絡めていきます。2、3回絡めたら切ってください。次は上の部分を刺していきたいと思います。先ほどよりもちょっと薄めの色で刺していきます。刺し始めは先ほどと同じように1個前に戻って、刺すと絡まって抜けません。はじめの糸を切ります。こちらもロング&ショートステッチで刺していきます。面を埋めるようにして刺していってください。はい、2段目を刺していきます。上の段刺します。上まで刺せたら裏に糸を絡めていきます。幹の部分を刺していきます。幹の部分はサテンステッチで刺していきます。はじめの糸を切ります。
刺せたら裏に糸を絡めていきます。次に星を刺していきたいと思います。まず裏に糸を絡めます。刺していきます。刺せたら裏に糸を絡めます。次にツリーの飾りを刺していきたいと思います。飾り部分なんですが、こことここに刺していきたいので、ここの裏側あたりに糸を絡めていきたいと思います。では刺していきます。飾りはフレンチノットステッチで刺していきたいと思います。フレンチノットステッチの刺し方は、針に糸を3回ほど巻きます。 1,2,3 抜けないように押さえながら糸を出した穴にまた入れます。糸を軽く引いて針を入れます。この時左手は糸を持ったままです。同じように繰り返していきます。 1,2,3 糸を引くときに強く引きすぎてしまうと針が通らなくなるので気をつけてください。次はここから作っていきたいと思います。この場合、ここからそのまま針を出してもいいのですが、糸が引っかかってしまう可能性があるので、このように下を通して出していきます。バランスを見てちょっと足りなさそうなところは追加していきます。はい、
刺せたら裏に糸を絡めていきます。はい、周りもちょっとデコレーションしていきたいと思います。はい、できました。ワンポイントで刺繍したものを贈り物にしたり、このまま壁にかけてもとっても可愛いので、ぜひ作ってみてください。これからも真似したくなる刺繍をアップしていく予定なので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。